はい、Today is the 6th of November. Jeremy and I are going to Kōrachō for yeah. はい。Is everybody 元気？元気な人。はい。元気な人。元気な人。はい。Good. Have a nice day. Everybody's 元気。はい、okay, of course. はい。Let's put this on the. そう。あ、あの、ジャーミーがこのトヨタの椅子を運んでくれてます。ごめんね、あの持ってきたり持って行ったりで。面白いね。いや、ほんまごめんな。That's life. でも雨降ってなくて。雨が降ってなくて。今日はいっぱいすることがあるで。うん、ああ、いや、オーダスカリアは、うん。ありがとう。ありがとう。重たいからな。これは同じじゃないですか、見てください。ほんまや、これは多分編集しないといけないね。ビデオ皆さん見たら分かる、笑うんじゃないですか。ああ、右ばっかりや。見てる人は笑うんじゃないですか。これは おはようございます。見てください、ね、ここの手袋。受けなかったぜ。受けなかった。京都だから、まあ、うん、なあ、余裕が。昨日な、親戚のおっちゃんのとこにな、うん、行ったんや。ああ、んでこれをなんとかならんか言うから、うん、ああ OK 引き受けるよ言うて。あのマンションやから、うん、使えないですね、うん。行ったことあると思うで、あなたも、あそこ日本橋。ああ、開いてる。これ、ちょっとクッションで。うん。ごめんな。せや、三脚も入れとこうか。これは反対の方がいいかな。一さん、ここに。うんうん、どこでも。そのほんま椅子重たいな、うん、なんでそんな重たいんやろな、うん、ねえ、もっと軽く作れるはずやけどな。
ありがとう。はい。他のものはそれだけですか。そうやね。このやつは。あれも持っていこうかな。これ。キャタツなんか使えるかも。キャタツいかな。これはこれもかな。これはシートベルト。シートベルト、それもやね。ごめんな。とんでもない。行きましょうか。Let's go. See your house. え？もうボロボロになってきてる。素敵な家ですね。はい、we arrived here and we went to municipal government this morning and now we are going to have a lunch. First, I'm going to ask you to get that seats over there, okay? I'm going to put the seats over there for you.イチローさん、your lunch is here. はい。Uber Eats みたいな、僕は。Uber Eats。Uber Eats。So Jami is making a lunch table here. A chair. あ、テーブルクロス持ってくの忘れた。洗ってやったんや。はい、今日業務スーパーで買ったのはバナナと豆腐、僕は大きい方、これは何や、チキン南蛮弁当で、これナスの肉味噌煮で、お茶で、僕はグロッサリーショッピングとしてこの肉のメガ盛りをの買いました。これはブロックで何グラムや、大体1キロぐらいあります。であと卵、ジャーミーは生卵はいや。生卵。なし。
この小さなものは別のところに置く。ああ、プラムもその辺で。ここは便利やから。便利。これはあそこに一緒に置いてください。車のやつだな。これは車の。ああ。ゴミ箱がいるな。ゴミ箱。はい、まあ、これ開けてあげるね。 ありがとうございます。これはな、このまま開けれるんですね。うん、開けます。ほんま卵いらんの。はい、はい、いただきます。あそこにいただきます。もう元気でお昼が食べれてハッピーです。 Always good. Always good. There is no one day that you're not fine. Okay. ここにゴミは生きている間、毎日元気ですね。今朝は5時半ぐらい起きたんですよ。おお。昨日1時寝た。4時間しか寝てない。だから口内炎。出産の卵は食べてそう。中途のことも入ってくるんですよね。え、中途、中途、中途、このイスラエルとパレスチナの戦い。あ、中途、中途どうなるんだろうね。英語で言いますと、ジューサー、ジューサー、ちっちゃい、虫。もっともっと本じゃから大丈夫です。いただきます。じゃあ今日はこれ積んだ後は何か別の作業あるんですかね。じゃあこれをがないのにちょっと手伝ってほしいねんか。うん、どこに何があるか分からない。探してばっかり。ここはもうちょっと草生えてるかと思ったらもう全然大丈夫ね。今日はちょっと時間かかる。今 YouTube やってます。撮ってますね。うん、よ、これを見る人がいるんですかね。僕たちはここで食べてる姿。うん、僕は見ます。もしいたらこんにちは。すいませんね、赤ったに食べてて。もしいたらですね、皆さん。サブスクライバーが34人を。いや、これを見てる間皆さん何してるんですか。同じように食べてますか。早回しにしてます。あ、できるだけいろいろ喋ってください。食べてる間ですか。なんか喋ってや。このもの感じたこと。僕はそう最近感じてること。うん、まず、感謝。どんなことに出しても感謝。うん、でそこから始まるんですよ。
朝起きてぐずぐずぐず言うなって感じ。そのあなたからこの方とかにぐずぐずって言うこと。音は牛でもする。まずは感謝。起きて元気よく人周りの人に挨拶する。おはようございます。おはようございますって感じ。答えてもらったら嬉しいけども、答えがなくても大丈夫です。答えへん人多いな、うん、元気がないね、うん、僕の店では従業員に言ってるんですよ、うん、まずは自分が元気にならないと他の人に、うん、一郎さん、うん、人生はこれからですよ。70歳だからもう年よってもうこの方ですよ。僕は70まだ70歳って言いたい。あ、ところで一郎さん、僕は歩いてる時は体の大きな人見るんですよ。あまり歩けない人、僕は何どんなことを考えるかと言いますと、その体貸してほしいと思うんですね。ちょっと変じゃないですか、僕は。なぜそういうことを思うかって言いますと、僕はその体があったら、うん、よしと思うんですよ、うん、シェイプアウト、シェイプアップできる自信があるんですよ。いくらでも大きいのは太ってる人かい。そう、太ってるけど、なんか あまりね、なんていうんですかね、ここね、こんなお肌とか、うん、まあ、見てる方はそういう方がいるかもしれません。申し訳ないですけどね。ごめんね。ごめん。ソーリー。あ、そっかそっか。見てる方がいましたら、体を貸してください。でも、まあ、好きな自分の思ったことを喋ったらいいんや。な、うん、僕はそういうね、ある、見ると、自分も育ったからね。こんなだったからね。で、いじめられたんや。でも毎日走ったらもう簡単ですよ。朝飯やとですよ。な、袋飛んだ。今この単語は作ったんですか、あるんですか、日にち薬で。日にち薬っていうのがあるね。日にち薬。僕は70歳になったら100キロ走るからね。今は40キロだけど、なら、42。おかしいやんか。今60で40キロで、なんで70で100キロ。それは鍛えないといけないから、体は。だからな、10歳の子がな、40キロで、自分が20になったら100キロや言うんやったら分かるね。もう峠を越えてんねんからやな。これは無理やろ。英語で言いますと、英語の表現書いてもいいですか、うん、Against all odds。 わかります、うん、わかるけども、それとか Never too late とかな、いろいろ言うけどやな、今日の話面白いですね。 Never too late って言いながら、うん、ちょっとで超えてるやんとか、無理したか、無理した。わらわら、僕はいつも、まあ、英語で話してるけどもね、dive deep into yourself。dive deep into yourself。発見する。
自分のあるもの、こんなだけできる、まあ、今ここ来るまでの話もあったんですね、いろんな話したじゃないですか。それは一般の人は気づいてない、知らないですね。でもそういう、僕はさっきね、あの家賃のこちらだけ払ってるのに、ね、あの返済 のお金にしたら、もうそれ十分返済できるんじゃないですかとかね。多くの人が分かってることやと思うよ、うん、でも能力というのはそういうことはな、あの体の能力も、うん、能力あるのよ、ね、1ブロックしか歩けない人はもうあなたは絶対、40キロ走れますよって言ったらもう、うん、それは嘘や無理って、ねうんうん、でも実際誰でもできるんですよ、うちの球できるよね、能力があるから。無理したら壊れる。あ、ちなみにすいません、うん、これは一郎さん買ったものであのいただきまして言ってません僕は。いやいや、どうぞ全部僕が買ったものですから、どうぞ。勝手に食べてたのに、どうぞ、はい、お世話になります。こんなものがでよかったらどうぞ。あの年取っていくの取っていくと、うん、新しい表現使うことになってしまうんですよ、うん、それは至れり尽くせりですよ。あ、すいません、至れり尽くせり。こうやって、ね、今やからこうやって外で食べれるね。こう冬やっても寒いから無理やな、うん、でも今はでも冬はやってみましょうね、千代さん。そんなに負けたらあかんと思いますよ。僕たちは男ですから。いや、その勢いはええねんけど、現実はええな。冬は寒い。でも今年は暖かいよね。今11月の6日で、昨日なんか28度まで上がった。そう。何かおかしいですよ。おかしいな。今日も寒くないもん。あの、でもまあ、あの、多分そろそろ変わるじゃないですか、急に。急にが寒くなるんですよ。戦争？急に寒くなると思います。ああ、急に寒くなるか。準備が出てな。僕は準備してますよ。手袋買った昨日。手袋はあの、自転車のツアーの時は、うん、あの雨降ってても大丈夫というのはジャパンという店で買ったんですよ。安いでしょ。冬でも自転車のツアーの仕事はこんなの、うん、あの寒い国に住んでる人は、うん、日本の寒さと比べると、うん、そんなに寒くないよ。半袖や。一応さん、これ食べてもいいですか、僕は。うん、これは一応さんのものですか。どうぞ。あなた、食べる言うた。僕は悪い癖があるんですよ。何？あの、いや、僕のもんじゃない、あなたに。無意識隣の人と取ったりするんですよ、無意識。いいの食べる、うん。そう。僕はこれ、豆腐ダブル。なんか今日のお昼ご飯、めっちゃ楽しいですよ。あの、二人だけじゃなくて、誰かが見てるって感じで。うん、これは納豆ですよ、皆さん。独特な食べ物です。 I love it。 この納豆安い。これはもともと納豆は安いけども、これは特に安い。これ3つで、うん、57円ね。3つで、うん、で今日はもうこれ半額。これ3つで57円やから1個20円というのはもっと取ってないと思う、うん、もっと取ってない。そう、20円がその半額やから、うん、10円やこれ。10円ですか。10円や。でも10円ってね、うん、でも10円で笑ったらダメよ。さっき言ったやろ、10円を使うためには100円働かな、うん、10円がもらえる、うんうん、ね、そう思ったら。でもとにかく10円っていうことはね、ご飯にしては
発展途上国であってもないですからね。こんな栄養、うん、栄養いっぱいあるものはね。そう、これカナダで買うたら1個100円だから僕は、あの10倍。僕はね、高く食べることは人に見せるためだけも反対ですよ。例えばな、何高く食べることは人に見せることに反対。例えば人に見せるというのはね、その、あの高いレストランに行ってて、うん、見せるというのは、そういう周りの人は、この人はね、あの人とか、うん、そのレストランで食べてるとか、そういうこと、そういう意味ですね。うん、本当に美味しいものは、で外で食べるとか、おばあちゃんね、駅の、うん、駅あたりにある店ね、昔からやってる人の乗り降りの方が安くて美味しいと私は思います。いただきます。こんなです。すみません、調子に乗りました。今調子、誰か見てるからと思ってても調子に乗ってるんですよ。そう、ジャーミーは納豆を食べるときにそこに卵を入れないんや。うん、美味しいですね、納豆は。僕は納豆の時卵を入れて混ぜて食べる。やめ、辛子は入れないな。そう、このままもうこれ捨てちゃおうか。あ、捨てて、はいはいはい。足はまだいるやろ。もういらないです。もういらない。このまま、はい、このまま食べます。なんかこういう、捨てて、はい、これも風で飛ぶからな。そう、これ、はい、これも辛子にしましょうか。こんなだけの栄養のものだから晩ご飯がいらないじゃないですか。いや、そう、うん、僕は今日朝ご飯食べてないからお腹空いてた、うん、こういうの珍しい。僕は逆、朝ごはん食べるのが珍しい、今日は。今日の目標は、今日の目標はこの生徒の中のものをちゃんとアナライズして、ですぐ材料と道具とちゃんとオーガナイズして整理します、うん、その後帰りしなに軽トラに、向こうの古民家の、まあ、草とか木とか不要品を積んで帰ります。早く暗くなるから、そう、ね、4時までね、4時までに、うん、4時までにな、うんうん、僕は帰ったら給料計算しないと、給料。ああ、そうか、ね、早く帰らんでも大丈夫だよ、ちょうどそのいや、うん、これちょっと腐りかけやからこれ食べてくれるか、うん、食べるの早かったですよ、ね、うん、もうお腹いっぱい、もう僕はバラな量食べ早かったね、食べるのは、うん、スピードはスタートしたんが早かった。
市役所の人は、うん、中さんの話聞いてみんな見てたんですよ。What's going on over there? はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。So now we are organizing this messy shape.はい、次はこのこれを運びます。
浄土や。浄土。あの、お花があったら、そうこれ使えるんじゃないですか。うん。んなそれ。ちょっと見てみる。うん。Today is 何日ですか？7日 7th of November I and 久保田先生came to see 福知山ハウス。はい、物件の家に着きました。今日はこれを入札いたします。久保田先生と見に来ました。いいとこですね。うん、で これがね、教会です。こっちはよそね、新しいんですよ。うん、で屋根がピシッとしてますよ。メンテナンスもいいんじゃないかな。うん、
あの闇、うん、ほなころくるっと回りましょう。これがずっと教会で、これはすごい。で料亭じゃないですか。うん、料亭でずっとこう来て、で一応カーポートが2つあって、でこれ井戸やと思うんですよ。井戸のポンプが、でこれもそうですか。うん、そうそうですよ。でこの家とずっと来て、これはあの1階建てね、はい、で こっから2階建てになって、うん、そうやね。これは気がつかなかったな、この前来て。でここが玄関、そのオーナーのね、はい、お客さん用じゃなくて、じゃなしに。ほんでここまで、うん、ほんでこの教会はここやねんて。え、ここが教会、はいはいはい、これはあのこっちのもんだし、でもちょっと、であの後ろに2階ついてますやん、はい、あれも含まれてて、であのこのこれもそうです、はいはい、ちょっとジョイントしたようなもんで、トイレかなんですかね、ここは。うん、一応こんな潰れてないですよ。いや屋根も綺麗し、綺麗だ。うん、でまあ誰も今住んでない。うん、空き家です。で別にそないにすぐ修理せんならんいうこともないと思う。あれツバメの、ツバメの巣やね、あれ。あ、そうですね。ね、ツバメの巣ね、あんまりこう、うん、みんないじらないんだよね、これね。うち、んうん、入られへんようになった。このシャッターを、ね、中見えますよ。この辺のもんも、これはもうほら灯油やね。ね、灯油。灯油ですね。うん、これもそんなに悪いことはないかもね。使えるでしょう。あそこでちょっと中見えますね。あ、ほんま。ああ。ちゃんとまだこたつかなんか置いてあって。映したな。それ残地物が容器あるわな。ああ、残ってるね。でもまあ壁とか砂壁とか大丈夫みたいね、この古いのに。うん、壁はあれじゃない、なんか板かなんかボードで貼ってありますよ。ああ、向こうはね。ああ、うん、うん、この下これは漆喰かなんでしょう、うんうん、でこの板ですよね、これ炭板かなんかで、これ、うん、これもなんか後でつけてやろう。これはあれです、自動シャッターじゃない、このこれのこれの、うん、車が来るとグーッと上がるように、あれが、あれ多分違うかな、かな。自動シャッターはなんかアンテナみたいなのが細いのがひょっと出てんだけど、これどうやろな、はい、まあ、一応電気こっち側が、あ、これ光ファイバー、ね、あ、両方あるやん、なんかそんなんかもね、光ファイバー、光加入車、うん、端末なんとかって書いてあるから、うん、そうかもね。でもまあもう今はまた一応こんなんも壊れてはせん。
プロパン、あ、ほんにほんにほんに。プロパンやね。4本、多分、プロパンのパイプが置いてあって。そうですね。それは料亭だからプロパン使うでしょ。うん、ほんでほらあそこ下水もあるわ、マンホールね、はい、だから大丈夫や、なんか見えない、これなんか見えないですか、ね、うん、まああそこのエアコンのあれは室外機は外してしもてんな、パクられてるな。でもパクったらあんなふうに蓋はせえへんな、売りよったやな、ここね。ああ、室外機か、うん、こっちは新しいんじゃないですか、これ。こんなにそうですね、基礎しっかりしてる、うん。でこれケルヒアがある、ケルヒアね、うん、あ、上にエアコンあるな、あれあれは室外機があるあるからあれは生きてるかもね、あのそう水が流れるだけやから。これですね、うん、そうそれやね、うん。でこんなもんほらしっかりしてるよ、うん、うん、こんなとこ入れへんなんだ、前来た時。ここ、これは壊れてるの一つ、あ、これ一つ台風かなんかね、うん、風で飛ばされたのか、うん、ね、まあこれほらポンプやからね、あの井戸水の。あ、そうですね、うん、でも水道は来てるって書いてたから、うん、中条って。思ったより豪邸でしょ。豪邸ですよ。お客さんは、うん、お客さんが、そやからここはまあ綺麗にしてるはずね。そこに鳩がおるよ、鳩。ああでもこんなんも潰れてないやん、全然。そうですね、日本庭園のちっこいのがあって、うん、そんなにあれぐらい。で向こうは和室。和室。まあ、あれそれもレストランやから。ほんでほら屋根が綺麗やん。屋根綺麗だし、うん、家もまだそんな古くない、うん。古ない。アルミサッシやし。うん。日本庭園だってね、うん、こうちょっと整備すればこう、うん、灯籠もあるし、ね、うん、だからこう廊下があってそのお座敷こうなってんねやね、うん、どういうもんある。いや古くないですよこれ家が、うん、まだ20年ぐらいじゃないですか。いやそんなことはないわ、あの一応あれには不詳って書いとった。不詳、うん、平成8年ぐらいかな、なんかそんなこと。行くな、行く行くなって。ようやる。おお。はあ。おお、この塀もちゃんとしてるやん。この壁だって全然古くないよ。うんうんうん。うん。うまい。これだってちゃんとしてるよね。だから教会もはっきりしてるし、でこの
この下は縁の下。縁の下こんな感じ。あ、そこまで行ったか。ここにタイヤがあります。残置物。うわ、うわ、ようやる、ようやる、空き家、空き家とは言えよ。ここは出れるんじゃない？出れるんちゃう？あ、閉まってる？閉まってますね。どっから鍵かけてんの？向こう分かるじゃない？向こう分かる。ほんなら回らなきゃいけない。こっからで。あ、ここが中庭になってるっていうか、階段がほら。あ、外階段なんですよ。この上には。ああ、うん。これはお客さん用じゃないってこと？じゃないない。物置。これも物置や。あ、開いた。これは何？冷蔵庫かな？これ。何やろこれ。あ、ただの物置や。このテーブルとか置いてるだけや。あ、うん。これもほらブロックで食器でねちゃんとしてるやん。こんなんでも建てる言うたらねえ、タイニーハウスになるでしょ。うん、まあタイニーうん、建てる言うたらやっぱりなんぼかするよこれね。50万ぐらいな最低するんちゃう、頼んだら。うん、買いですわ。そう、だからなんぼで入れるかやな。うん、あ、こういうあのテレビとかこれ部屋に置くやつじゃないの？これそうやね。これ。ブラウン管のテレビだからかなり古いやつ、ね。うん。こっから出る方が出やすいかな。そうですかね。うん、こっからの方が。行きますか？うん。しちゃったね。うん、あ、無理かな。いける。あ、ここに吹き飛んだ屋根があった。ああ、これがそうか。うん、これまだ潰れてないから。あ、これ2枚や。ちょっとこれ持ってくれ。はいはいはい。これあの踏んだら壊れるから。そうですよね。あ、見てください。ここな、これがこれをこっち側に倒したいんじゃない？うん、こうしときますか。はいはい、これで大丈夫ですよ。ほう、あ、パーツはあった、全部一回りした。うん、割れてないもんね。うん、まあ DIY のしんどいのが待ってるな。お昼はここのとんだ屋というレストランに、来ました。ここが宮津の駅です。宮津駅の前です。いい感じのレストランです。 YouTuber せっせとせっせと。はい、とんだ屋さん、あの有名なとんだ屋さんに来ました。はい、お刺身定食
1000円でやった、ナイス。ここにもなんかいっぱいありますね。あるね。はい、お刺身定食を頼みました。こんな感じで、タコに、うん、なんか魚の名前わかんないけど、あとアワビ、うん、アワビじゃねえや、なんだこれは、サザエ、ほんでこれはあれや、ハマチ、でこれはタイかな、タイですかね、なんかでもいいあれやな、来てよかった。いただきます。